ったんですよね。そうですね、私どものやってるコンサートホールの音響設計っていうのは基本的にマイクロフォンだとかスピーカーだとかそういうことを使わなくて、いわゆる生音って言いますけども、その音響が重要なわけですね。で、生音っていうと重要なのは2つで、部屋の形とそれから、材料、どういった材料を使うかということが重要なわけです。音響だけじゃなくて見た目の見た目のデザイン、それも一緒に考えなきゃいけない。だからまあもちろん我々だけがやるわけじゃなくて、先ほど言いましたデザインアーキテクトと一緒のコラボレーションなんですけども、両方考えなきゃいけないっていう意味で、まあ複雑ではあるけれどもそれが面白い点だと思います。And I think Santori Hall is a hall that comes close to perfection, that you can really play any repertoire here and it works very well. That it has this really luxurious echo, but also enough space for the really big and loud repertoire. So it is one of the highlights for us to be playing in.このサントリーホールは本当にいろんな楽器の音がどこで何の音が鳴ってるっていうのがすごく鮮明に聞こえてくるので、そういった意味ではアンサンブルがしやすいホールですね。当時としては最新の技術を使ってやっていただきまして、そのおかげでですね、このホールが音響的には本当に世界屈指のホールだという評価をいただくようになりましたので、最初に豊田さんに音響のことをお願いしてですね、本当に良かったなというふうに思っています。